ガオー浜田山虎の子不動産です。こんばんは。香川県三豊市の養鶏場で鳥インフルエンザが確認されました。農林水産省によると国内の養鶏場での確認は2018年1月に同県さぬき市で確認されて以来3年ぶりです。県は自衛隊の派遣を受け、 ニワトリで飼育されている33万分の殺処分を始めました。完了には10日間かかるとされております。県は周辺の道路沿いには消毒拠点を設置し、半径3キロ以内の養鶏場には、ニワトリや卵などの移動させないように指示、感染ルームを調べる検査も行っています。3から10キロの養鶏場には、 排出しないように指示しました。発生場所となった鶏の飼育場所から3キロ以内にある60代の男性。検査を受けて陰性とわかるまで卵の出荷ができず困っている。万が一のことがあればどうしよう。と漏らしました。それでは、お先に失礼します。